なんだっけ、あとカトルボーン、あカトルボーンもあげてます、はい、はい、もうすごい好きで、でね、主食は皮付き混合がいいです、はい、で皮むき混合っていうのも売ってますんだけど、あそれはあんまり良くないですね、で、うん、はい、やってもいいです、なんでいかんか知ってます、皮が付いてて、栄養がなんか、そうそう、種があって、ね、そうですよね、ここに胚があったのがあるんですよね、で、皮むきは皮がなく取れてて、取っちゃったね、胚がもなくなる、でここが一番栄養があるところなんです、ですよね、だから痛みやすいってことね、だから絶対皮付きがいいです、それ で、 そうです、ね、混合水とさ、丸いのと長細いのが入ってるじゃないですか、よく見ると、で、丸いのって泡とか、ヒエとか、キビなんですね、で、長細いのはカナリアシードっていうの、ちょっと油っぽいやつじゃないですか、そう、ちょっとあんまり食べ過ぎるとダメとか、そう、脂肪が多い、そう、でもね、脂肪が多いのもね、食べなあかん時があります、そうですね、でどういう時かっていうと、まあ、羽が抜ける時、トヤの時、それからあと産卵の時、そういう時はやっぱりかなりエネルギー使うから、そういう時はカナリア種をたくさん食べてほしいですね、でそれとやっぱり必ずカルシウム、まあ、よくやるのはボレーコです、カルシウム源として、で他にはそうカトルボーンとかイカの甲とか、そうそうそう、それです本当に、はい、でいいですね、であとおすすめじゃないやつね、エンドって知ってます、あげてます、あエンド、なんかこうオカメちゃんとか文鳥も飼ってるんで、うん、やっぱこうポンと置いてあると、うん、なんかこのガグガグガジはやりませんけど、チュン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 っていうのは、ね、これは私勧めてない、なんでかっていうと、まあ、あのカルシウムは補えるんだけど、塩が固めたるから、塩の量がね、その商品よりすごい量が違うんですよ、それからあと下に置いてあるからどうしてもウンチとかついてさ、汚れてさ、それこそ菌が繁殖しちゃう、だからあんまり良くないかな、だからそれよりも他でね、カトルボンとかコレーコとかね、そういうのをあげた方がいいかなと思います、まず食事のことね、それからあと食事でもう一個ペレット、これはあげてます、ペレットは、その結局、ペットショップさんが意外とペレットを 種にして赤ちゃんとからあげてるところと、その人とね、あともう最初に、泡玉でやっちゃってると、だからうちはもう、この子たち買ったときは、泡玉だったんで、ね、だから私も泡玉にあとフォーミュラを混ぜて、はいはい、混ぜて、であの時この子たちはこうギャ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 ってやってあったかくあげてましたね、でね泡玉でね撮影する時はね、必ずね、そうフォーミュラって、まあ、いわゆるペレットの粉のやつね、そう、あの栄養が足りないんだよね、それを混ぜて、それにプラスね、ボレーコも入れた方がいい、ボレーコをそのまんまじゃ食べれないから崩してね、崩してやる、そうすると、まあ、避難じゃなければいいんだけど、そうする。だから、泡玉とそうフォーミュラとかそういうパウダーフードと、それからボレーコね、その辺をあげるといいですね、で、大人になってもさ、食べてくればいいのにね、ね、食べない、食べないですよ、なかなか、それはね、シードの方が絶対美味しい、美味しいからさ、これね、何用何用って書いてあるけどさ、結局さ、大きさが違うだけ、中身はほとんど一緒です、でこれサンプルだから、他にもいるんで使ってください、で、ペレット、こういうのをさ、10粒くらい皮付きのように乗せとく、それから、全然食べん子はこういう、これを粉を耳かき一杯くらい皮付きにかけとく、そうすると皮を剥いた時に多少入ってくるじゃないですか、なんかベロにもつくからって、そういうこと、そういうこと、だからこのペレットってね、要はこの皮付き混合シード類で不足しがちな栄養素も入ってるから、とてもいいです。ただね、このペレットをそれぞれの石生だ、オカメだ、そのなんだっけ、金華鳥だ、完全な栄養要求は分かってません。で、これの元はね、鶏なんですよ。鶏の栄養要求はやっぱり人間が食べるから、すごい調べてるから分かってるんですね。それを参考にして作ったやつです。まあ、ここの会社に限らず他の会社もね、でもまあペレットはやっぱり完全養殖に近いと思いますから、もう食べた方がいい、だからペレット状のものかパウダーか混ぜてあげてください、普段からってことですか、普段から、なんかそうやってもしやったら粉末でベロがにつくから、もう粉末のやつをパーッとかけてもいいよって前は先生、それから次ね、これの次のページに書いちゃいますね、次日光浴でしてますか、まあね、結局マンション開けてしまって、はい、完全に本当にお外にやるってことは今の子たちはそんなないけど、カゴごとでもいいんだけど、本当出した方がいいんですね、あの
ガラス越しじゃなくてね、うんうん、外に出した方がいい、網戸、いや家の中でいいんですよ、網戸越しとか窓開けるだけ で、うん、で日に当たった方がいい、うん、日に当たることによってビタミン D が作られるから、それで骨が強くなってくるから、うん、だから慣れてない子は1分からでいいから、うんうん、1分から30分ぐらい、うんうん、いきなり30分にしてね、最初は1分で、うん、1分だけ、うんうん、でもしガラス越しで日が当たっててもそれは全然日光浴にならない、うん、要は日光の中に UVB を浴びてほしいんですよ、うん、とガラスは通らないですから、うん、だからこれぜひともやってあげてください、うん、そうするといろんな免疫力も上がっていろんな病気がしにくくなると思います、うん、日光浴ね、うん、が食事のことね、うん、から、あとはしつけ、うん、なんかしてます？まあ、しつけ、はい、じゃあちょっとだけ話、ちょっとだけ喋っちゃいますね、うんうん、しつけの基本というのがありましてね、手で食べさせる、時間がある時に、うん、主食を、うん、ハンドフィーディング、うん、手で食べさせる、うん、で食べた、手で食べたら褒めてあげる、言葉で褒めて触ってあげる、うん、偉いねって言って褒めてあげる、うん、これがしつけの基本です、うん、だから手のりの子は多分やれる、ですみんなみんなあのだから結構オカメも文鳥もあのこの子たちも普段はあの私ってそんなにあれですけど、うん、あの常に一緒にいます、いますあのだから自殺だったら、ね、ぜひやってあげてください、うん、ね、そうですね、手に乗って食べさせるだけだから、うんうん、でこれができたらね、うん、3つやってほしいんですよ、うん、まず名前がついてるじゃないですかみんな、うん、ね、な手に乗せといて名前を呼んで、うん、アイコンタクト、うん、目と目が合った瞬間に手で食べさせて褒める、うん、それがだから手で食べさせて褒めるが共感だからね、うん、すごいアイコンタクトとか小鳥 の、 あの気持ちとかも結構深く解説してるからなんかすっごい分かるんですけど、だけどそのあえて言って食べたらよしとかいう感じになんかもしれない一人が多分すっごいこう、うん、まあでもね、あれしてるんで、しつけの基本ってやっぱアイコンタクトから始まるから、うん、でこれができた方がいいですよね、うん、でこれができたら今度ね、おいで、ご飯にしといていいから、うん、まあ、その辺にでおいでって来たら、うん、来て食べさせる、うん、おいでを教えてあげる、うん、で来たら食べさせて褒めてあげる、うん、でこの辺までできるとね、ハウスって言ってハウスができるようになるんですよ、うん、します、あの文鳥はね、あの名前を呼んでもすぐ取ってくるし、うん、あのもうあれなんですね、できると思う、でも、ね、せっかくだからオカメも、オカメちゃんもあのメイもすごく慣れてることは慣れてるんで、すっごいもうべったり型なんで、そうもう本当にあのでじゃあこのプレートトレーニングのねやり方、ここまでできたら、うん、例えば外にいるじゃないですか、うん、おいでっつってね、泊まらせてご褒美あげて褒めてあげる、そしたら今度この子が見てる前で父の器に食べ物をちょっとねこの子に分かるように入れて、そんなに怖がって手でもなんか、うん、入れて、それでこのお皿でもいいんですけど、ハウス、これがハウスだとしてね、ハウスの入り口の近くに置いといてここで 2,3 秒待たせる、2,3 秒ね、それでハウス出てくるわけ、どっか行っちゃったらもう一回やり直したけど、もしくはこれで入って食べてくれたら成功ですよね、そしたらそこですぐ強化、ご褒美あげて褒めてあげる、とにかく人間にとって都合のいいことしてくれたらご褒美あげて褒めてほしいんです、でそれができたら今度は食器の位置を入り口の近くじゃなくて真ん中辺でハウス、奥の辺に置いてハウス、どっか行っちゃったらもう一回おいでからやり直し、でも、はい、もし入って食べてくれたらすぐご褒美あげて褒める、それができたら最後は何も置かないでおいでってご褒美あげて、ここで待たしといて数秒、2,3 秒でハウス入ると、そうすると包丁もすごい楽ですよね、人間のコントロールでハウスしてくれたり出したり、うん、だから前の先代のことのオカメインコが、うん、あの今の子じゃなくて、うん、あの本当に頭体内時計で11時半だと自分でお家っていうね、帰ってったぐらいすごくお利口さんだったオカメインコちゃんなんですけど、今の子ちょっと甘えん坊であのでもねでもやっぱりせっかく飼ってるからさ、ぜひともこれやってあげてください、そうですね、でこれやることが、ね、例えばねこの子会員にできて治療しなかんと、うん、ちょっと薬飲ませてくださいねってお話もあるかもしれません、うん、そしたらおいでっつってご褒美あげて褒めてあげる、うん、そんでここで治療する、例えば薬飲ませるとか、うん、目薬さすとかで終わったらもう一回ご褒美あげて褒めてあげると、うん、そうするとこの治療のストレスが和らぎます、うん、だからぜひともやってほしいんですよ、うん、治療の一環だと思ってね、うん、で
味は最高のトレーニングチャンスだから、うん、コミュニケーションツールだから、うん、お皿であげるだけで絶対もったいないんでね、うん、人間の時間の許す範囲で手で食べさせて、うん、おいでとか、うん、クレートレーニングとかね、うん、ハウスとかっていうのをぜひともやってあげた方がいいかなと思います、うん、それから次さっきの治療の話、もう一回治療の話に戻しますけど、うん、治療でね、あのさっき温度と湿度が大事だって言ったじゃないですか、うん、まあお家では、まあ、酸素は難しいにしても温度湿度ですよね、うん、ちょっとでもおかしいと思ったら温度を30から30、はい、実際にも温度で測った方がいい、うん、で湿度が 40% 超えるぐらいの環境を作ってあげる、うん、そうすると、うん、作っといてほしいんですけど、こういう箱、うん、発泡スチロールの箱が一番いいんだけど、段ボールでもいいですけど、箱の中に鳥籠を入れる、あ、ね、そんでここ窓をくり抜いて、うんうん、あのくり抜いて、なんか透明のファイルかなんかを貼り付けといて、うん、中が見えるようにしといて、うん、この見えるところの鳥の高さのところに温度計、湿度計を置いておく。なんか透明シートみたいな、あのこうかぶせるやつありますよね、あの、うん、外あの暖かくするやつ、うん、でも上からかぶせるだけだと下から換気、もし冷たい空気やったら入っていっちゃうからさ、完璧に覆ってほしいんですよ、うん、だからそれで、まあ、空気穴は多少開けといてね、うん、で完全に密閉しちゃうと、うん、そんだけでこの中保温できます。で冬場だったら寒いから、うん、この鳥かごと箱の間に、この間にね、例えば使い捨てカイロですとか、うん、ペット用のフィルムのヒーターとかあるじゃないですか、うん、ああいうのを鳥かごの下に引いて、まあ、コンセント外に出して温める、うん、横からとか上から温めるのに下から温めるのが絶対いいから、こういうのをね、これ、まあ、これインキュベーター保育器なんですけど、この簡易保育器をですね、ちょっと作っといてほしいんですよね。でこういうのがあると早く退院に持ってきれる。今日持ってきたのが、もともとこの子たちに、ね、虫かごがいいって言って、うん、虫かごだとね、あの、うん、空気穴があってこのぐらいの虫かごに、ね、だから調子が悪い。でも虫かごだけでさ、夏になればさ、なるかもしれないけど30から32度にしようと思うとなかなかしんどいんでね、うん、そうですね、うん、だから発泡スチロールの箱が一番、うん、温度が保ちやすい、うん、なかったら段ボール箱で、あと100円ショップにさ、うん、アルミの板とか、うん、発泡スチロールの板とか売ってるから、うん、そういうので作ってもらったりもしてます、うん、だこういう簡易保育器が、ね、できれば作ってもらえるといいですね、うん、そんなところあと喋っていきたいけど、 あとはこの子そうなんだけど、ここに来てる小鳥はですね、皆さん予防してもらってるんですよ。予防注射じゃないんだけど、うん、予防ね、ね、もうモキシデクチンっていう薬がありましてね、一滴こういうに垂らすんですよ、ほとんど一回1000円かかります、うん、で、垂らすことによって、まあ、抗寄生虫薬です。あのワンちゃんとかとかの、あ、同じですか、そうそうそう、飲み耳の猫、そういうあれみたいな、ポチョってやるやつですね。そうです、そう、ワンちゃんのやつはイベルメクチンと言いますね、メインは、うん、イベルメクチン、待ってください。イベルメクチンね、うん、で、これの進化した薬がモキシデクチンです。だから小鳥とかちっちゃい動物、うん、ハムスターとかにも使ってます。そうすると抗寄生虫薬ってことは体の表面の寄生虫とか、それからあと消化管内、お腹の中の寄生虫とか血管の寄生虫は副作用なく予防できます。イベルメクチンも、まあ、ほとんど副作用はないですけど、で、この薬ってすごい今有名な薬でね、獣医業界では、まあ、40年ぐらい前から使ってます。で、20、30年前から人用も出てきたんですよ。で、人用のイベルメクチン抗寄生虫薬として出てきて、それをね、あの、日本だけじゃなくてアフリカとか南米の現地の人たち、あの辺の人たちって結構寄生虫感染するんですね。川辺の近い人は部屋に刺されて寄生虫が入ってきちゃう、細かいその微小線虫というか細長い虫、それが体に入ってきて運が悪いと目に入ってきちゃう。で、目に入ってきちゃうのとオンコセルカ病って言ってね、目が見えなくなっちゃう、そういう人がやたら多いらしいんですね。で、そういう人たちにこれをただであげた、で飲んでもらった、実はこの病気が激減してる、正直なくなるんじゃないっていうぐらい、とこれすごい薬だねっていうことで、5年ぐらい前にこの薬を発見した先生がノーベル賞を取ってます、大村先生、そのようなので、それが一つと、今コロナがあるじゃないですか、コロナに対してもこれもしかして抗寄生虫薬だけど
こういうのを完全に使うとね、うん、なんかコロナが結構良くなっていくというそういう見解が、見解というかあって、うん、臨床データがあるんですよね、うん、でまあ結構効くんじゃないとか言われてます、うん、だけど日本なかなか認可されないんですけど、うん、諸外国では使ってる国もあります。そうなんです。そう、そういうのがイベルメクチン。これイルドピラリアの予防薬ですけど、うん、そうですよね、はい、でも大元はこれ。それから進化した薬でもクシデクチンとか、あとウサギさんとかにも使うんですけど、うん、セラメクチンとかね、あるんですけど、まあそんな高くなくてそんなに副作用はなくて、で月に1回でいいから、これそんな毎日毎日使う薬じゃないから月に1回で予防できますんで、この子も体調が良くなったらつけます、入院してる子はね、うん、というところですね。ここまでなんかご質問があれば長くなっちゃった。